はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。対抗立志伝5、DX ライブ配信始めていきましょう。今回2回目ということで、木下藤吉郎、豊臣秀吉の、戦国人生を体現いたします。Twitch で配信しております。 Twitch アカウントフォロー、アカウントフォロー、チャットコメントお願いいたします。 Please Twitch アカウントフォロー and チャットコメント Please。 YouTube でアーカイブ2日後、20日21時頃から流します。ぜひアカウントのフォロー、チャンネル登録、動画の高評価お願いいたします。ディスライブ、ゲームアーカイブ Today's After Arp、 My YouTube チャンネル、 My YouTube チャンネル、サブスクライブド and グッドボタンプリーズ。旧ツイッターである X ものアカウントを持っております。ツイッチのチャット欄にアドレス記載してます。ぜひ、ご訪問お願いします。ぜひアカウントのフォロー、ツイートリポスト、いいねお願いします。ツイッター X プリーズマイアカウントビジット、マイアカウントフォロー and リポスト and グッドボタンプリーズ。はい、ではやっていきますか。1650年の5月ってことで、今どうなってんだ。兵糧売却しないといけないんだ。最初はこれで稼ぎながら、相場を見ていこう。いろいろありますね。これをコンプリートさせることも目標です。どこだ。で、前回茶器を手に入れました。お金を稼い、貯めた兵糧売却の利ざやで手に入れました。まず出る、兵糧の相場ってどこで見ることできたっけ。ここか。今一番売れているのが岡崎の町ですね。岡崎行く、やっぱり岡崎行くか。まあ、最初は近いとこに行っとくのが手堅いですからね。移動開始。雨降ってますね。行きましょう。はい。です。とっとと。お米は売っちゃいましょう。ちょっと待って。本当？相場、米相場609、まあ合ってるな。何千石売るかな。あれ？今まあ全部売りましょう。もちろん交渉します。ルーレット、あ、ワイン、あ、ダメだ。あれ？あ、お米売れないんだ。
いや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 、売りたいが。交渉開始。大当たり一枚のし、のみか、失敗よりはマシだな。ありがとうございます。相場調査。いいえ、まあ他の町行った時ちょっと調べてみるのもありですね。さあ、ちょっと待ってよ、他のところ行ってみるか。次はいい武器が欲しい。武器はどこに手に入るんだ。道場とかで手に入るのかな、武器って。今日に行ってみるのもありかな。なんか清須で統率を上げることも可能だし、武力はあれですね、刀剣は今日の茶屋。価値ゾーン。また辻斬りすることでもなんか奪えるみたいですね、武器を。あと回復の薬も手に入るみたいです。どうすりゃいいんだろう。ひとまずはお金稼ぎたいね。先立つものは金。金は命より重いですからね。象牙に行けばいいって言ってますね。象牙って和歌山県ですからね。え？ちょっと距離が大丈夫かな。ここか、和歌山市ですね、今の。行ってみましょうか。結構日付がな、かかるからな。近畿地方です。入りましょう。ん？誰？岡義政。ちょっ、本願寺なんだ。本願寺は猛威振るってましたからね。あの信長ですら相当苦労させられて、やっとの思いで
なんか石山本願寺を開場したという感じです。増加州とかも流されましたからね。まず人物情報を見てみましょう。まだこの人は15歳なんですよ。あ、そうなんだ。あ、対信長か。歌舞伎ものでいいのかな。今は無理。ここでは小石を買えと言われますが、まずは60日100問か。200問高いやろ。え、これって はい、やりましたね。あれ、何ももらえないのか。まあですね、290か。馬の能力わからん。はい、体力回復ですよね。旅人と、お米が安い。戦国あたり750貫。400文か。いいでしょう。あ、400文か。びっくりした。貫ではないんだ。貫と文の単位があるんだ。たたら製鉄だったっけ。たたら製鉄は出雲か。これから鉄砲の時代。え、これ書籍購入ナンバー、もちろんで、これは堺に行かなきゃいけないみたいですね。お、教えてもらいま、いや、教えてもらいたいが、教えてあげないよ、じゃん。何でしょう。木材。あ、これを買ったり売ったりして稼ぐみたいです。さあ、何か買った方がいいのかな。
通に？あ、なんかあんまり意味がない。みかんが相当美味しいらしい。みかんってやっぱり若葉みかんですからね。10個ぐらい買っとこう。もちろん交渉です。あー、ダメだ。このみかんってどこで売ればいいんだろう。これと今治が相当いいらしい。みかんは とりあえずみかん買ったんで、とりあえずあ、買った。とりあえず堺に行こう。定義はないからな。動かんどこ。どうかな。あ、あいつ定義を強力、あ、パワーアップするだけか。早く切っておきたい。あー、ダメだ、切れない。あいつをパワーアップした。あーあー、避けた、避けやがった。なるべく挟み撃ち合わないように。避けた。
なんとそっちを切る。切られて負けた。強い。あ、しかし鉄壁っていうヒーローを手に入れました。残り38日出ましょう。とりあえず堺に行こう。で、消化で。あれ？なんで？あ、武器が欲しい。刀はないのか。ひなじはなんか弾の数がいるみたいですね。単弓とか。あ、なんかいろいろあります。種子島、あー、ダメ。ちょっとだけ安くなった。え、やりたくない。席ダメか。え、な、ナンバー召喚に行かないとダメなんだ。ラファエル、ラファエルってなんか聞いた。あ、意味がわからん。とりあえず、あ、いや、あれ？あ、そうや、書籍を買わないといけないんだ。じゃあとりあえず1個。もちろん1個買えばいいんだよな。くそ、嫌がられた。1個交渉。あー、ダメだ。いろいろ買えますね。あれ、消化で今持ってるもんなんだっけ。あ、まあ。天王寺屋
何を買うか。工事を買えと言ってますね。ここじゃない。いや、そうじゃない。工事はない。武具も買える。巻き出しはもう持ってるんだよな。お、今井さん、出ましょう。小宮だっけ。行きましょう。千利休かな。でも今ちょっとそんなことやってる場合じゃないんで。どうやったっけ。これか。待って、まずは出ましょう。で、増加に戻ります。一度で、誰から頼まれたっけ。鍛冶屋からか。行こう。で、象牙で、象牙で硯を買う。
閉じる、出る、行き先が堺、あ、ダメだ。着替えた、着替えた、終わりだかな。OK。あ、よけ合えた。OK、一体倒しました。回り込む。オッケー。あ、ダメでした。はあ。いや、これはちょっと。ちょっとダメ。ボルにはどうすりゃいいんだ。やり直し。出ましょう。いきなりもう象が行っちゃ、行ったね。来た。入りましょう。で、エコミアで、悪くはないんだけどな、588だったら。まあ、全部売ります。もちろん交渉します。あー、惜しい。で、あ、体力落ちるんだ、歩くだけでも。これ覚えときましょう。いろいろあるんですね。河原橋ってどこだ？いいえ、ちょっと自信ないですからね。墨酒、あ、いや、鈴木秀秀、ちょっと
貿易金購入で、交渉。オッケー、大当たり。はい、もちろんオッケーです。買いましょう。で一度スズイと醤油か。もう何でしょうか。そうだ、鍛冶屋から依頼を受けるんだ。下働きで小石を購入で依頼をする。で堺に行く。堺入る。南蛮商館で、聞いてるんで、いや、書籍を購入。1個だけ買う。もちろん交渉する。あー、ダメ。で、再度増加所に行く。誰かいる。お、なんかもらえるんだ。炭酒をあげる。あ、何回もらえないんだ。まあ、で鍛冶屋に戻る。はい、出る。今何持ってんだっけ。貿易品で、あ、そうだ、硯を持ってんだ。出ましょう。堺へ行く。醤油ってなんかあったっけ。醤油屋で、どっちでもいいから売る。それだけは売らない。こっちだ。あ、こっちじゃない。いや、あん、一応茶人行ってみるか。いいえ、指導。お、これどういうこと？お見事。だっけ。あ、黄色だ。
とりあえず千利休に。もう売ったよな。売ったから。なんだっけ。硯を売らないといけないんだ。硯はどこで売るんだ。硯は。いや、普通に消化じゃないの。あれ、違う。職人かな。聞きましょう。こんなんあるんだ。ザか、ザだったっけ。そうですね。全部売りましょう。もちろん交渉です。あー、ダメだ。それはちょっと待とう。ん？待って。消化の人じゃないねって言ってる。ちょっと待って。いや。じゃあ交渉、交渉。OK。何者なんだ。あ、ハートが1ついた。お、なかなかいいじゃないですか。あ、まあ、それなりに喜んでもらえたみたい。とりあえず、こちらは持ってるよな、今。麹は持ってる。麹を持ってどこに行けと。石山に行け。石山ってどっちだ。石山本願寺の石山かな。
で、石山へ行く。石山って、どっちだ？石山本願寺の方。いや、やっぱり大阪の石山だ。残り36日か。ここでは、大根を買えと言ってます。畑、いや、いい武器が欲しいが、まずはザで、工事を売りましょう。あ、結構黒、これだけで黒字になる。美味しすぎるやん。しかし、さらに交渉して、高く売ってもらおう。ワインか。で、大根を買えと言ってます。あ、大根がお得と。じゃあまあ大根買いましょう。全部買え、買う。交渉。OK。1個目当たり。OK。で、それから、それから、大根あった。今日へ行って赤根を売れってなってますね。あ、でも一応儲かったんで100としましょう。いろいろありますね。山陽地方に行け。宝物購入。報酬もある。場所114か。で、今日へ見て、大根を売って、茜を買うと。最大交渉。あ、もう一回。あ、惜しい。で、茜を買えって言ってますね。茜を買う。茜を全部買う。これって。この茜を再度石山に行って、100、
切っ先で、これいちいち小さくなるの何とかしてほしいよな。あ、両家族は今の尼崎か。金賃を売る。ちょ、全部。あ、またダメだ。これで4000超えたんだ。あ、金は儲かりますね、結構。これで紙を買って堺に行って硫黄を植えってやってますね。ふるふる。ああ、ダメだ。いいでしょう。そして再度堺行って色を買って最後目方に行けばいいか。目方で当時を買えばよいと。一応セーブしとこう。だいぶ体力減ったな。ちょっと休ん、宿屋で休もう。安井道頓。勧誘炭酒でもあげよう。防御。え、なんで切られるんだ。避けられた。後ろに回り込む。厳しいな。うわ、刺された。嘘でしょ。あ、ひでえ。紙を売ろう。
紙でいいんだろうな。最後は硫黄を買えばよい。硫黄はここじゃない。はは、無理です。 10日くらいが限度だろう。硫黄か。でもちょっと体力減ってるから怖いな。要はここじゃなくて、今どこにいるんだ。今石山か。ちょっともう無理だな。本当は目方まで行きたかったけど、帰らないとダメ。本当に体がやばい。アマゴがなくなった。まずは自宅に戻ろう。表情まで。フルに回復はしない。1700ぐらい。28、12下がったのに28上がった。もちろん意見する。内政。何を行えばいいんだろう。一回。修行もいいんだけど、修行してる場合じゃないよな。修行は隠れてやろう。兵糧が一番手堅いけどな。一回群馬行ってみるか。はい。出ましょう。群馬ってどこで売ってんだ。味方安土か。
元手を攻撃で増やすのは鉄則か。北の方へ行くべきか。北ってまあ東北とかか。川屋橋ってとこ行ってみるか。川屋橋ってどこ？あ、なんかぶつかりそう。長い。お、なんだ？買いましょう。ここだ、茅橋って。ああ、何も買えない。辻切りするわけにはいかん。か。3000もらって120だから。もちろん交渉。で、ここでキートを変え。キートでも元で2500とか言ってるからな。キートってめ、キートってどこだ？キートはザか。交渉。OK。キートをさくらに行ってさくらとしたいや。体力がなぁ。しかも結構遠いからな、関東は。誰かいる。
ちろん全部売る。もちろん交渉する。オッケー。あーあと惜しい。あー、で、愛を買って江戸に行くってことか。今日最大。貴賓じゃなくて、先にこいつやろう。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。一体倒しました。城を取って、リーチ。ノーダメで今住んでんのは大きいな。あ、避けられた。勝った。オッケー。だんだん慣れてきたな。お、また鉄壁だ。愛は持ってるんだっけ。愛を持ってるから、すでに愛は持ってるから、それで江戸へ行こう。あ、江戸城じゃなくて、まずは普通に座かな。座じゃない、あ、違うわ。愛を売ればいいから、これで合ってる。
ちろん交渉。あ、惜しい。まあ、しゃあない。で、これで銅を買えばいい。そう、最大というわけか。投資？いや、しない。誰？引き馬？引き馬ってどこだっけ？引き馬って静岡やん。引き馬、引き馬、引き馬、引き馬行かないんだよな。引き馬静岡だから、キオスか。あ、これ引き受けようか。ちょっと待った、仕事。60日、これ帰らないとダメなの。江戸に、江戸に帰らないとダメなはず。なんか銅はこう買ったよな。銅買ってる。はい、10巻ぐらい貸してもらおうか。で、その銅を桜に行ってまた愛に変える。もちろん交渉。あ、そういうことか。惜しい。悪くはないんだけどな。いつ戻るかだよな。で、今さくらにいるから再度愛を購入。あ、惜しい。
ペイロードがな、醤油売らないとダメだな。醤油持っててもしゃあないから、醤油売るか。次は、足利に行って青い、藍を売ってどう稼げと。いろいろ炎像、後の謙信ですね。寺？足利に向かえ。足利、足利ってどこだ。ここだ。足利は栃木県かな。あ、誰かいたよ。超最大。あー、惜しい。足利では葵を変え。あー、ペイロードが。次ぐらいまでかな。鹿島、鹿島ってなんか誰かいたような気がする。戸から鹿島へ。鹿島は木更津か。これが最後だろうな。最大超交渉。あ、早い。
てと。労働的や。これです。積載。あと何日だ？あと27日か。もう戻った方がいいな。体力とかのあれもあるし、清水にとにかく行かねばならんかな。帰ろう。日にちかかるしね。帰ろう。お、来た。あと何日だ？あと20日か。勝てるとは思えんしな。それならもっと飲んでいこう。20ぐらい買っとこうか。はい。多分届けて往復じゃ間に合わないよな。とりあえず機内の方でも行った方がいいのかな。
や、やめとこう。とりあえず、庄屋行ってみよう。武具。刀剣、脇差しはありだもんな。え、なんで？あー、ダメ。数は5つある。茶器があって芸術品もあって駄目。あと15日か。間に合わないよな。いや、まず金庫入金、120って言ってたよな。120、あれ、馬買ったよな。120、130買った。滝川、みんな忙しいな。前田、とりあえず押す。
お酒でもあげよう。戦いばっかりだな。気合が足りません。気合だー。今だ。あ、防御いけ。オッケー、半分削れた。あ、ダメ。あ、防御してるから。オッケー、倒しました。体力は満タンですね。はい。あ、これでいいのか。これで指名達成か。10日で追いつかないだろうからな。どこ？江戸だろう？江戸で5日で無理だわ。まあ、そういうのは表情までちょっと待つしかないな。ピコマ。モーリー。あと7日。ちょっと待って、競争町へ行ってみて。って何？忍者か。兵法書？何それ。あー、惜しい。
ペイロードもある。ペイロードだからな。さあ戻ろう。で、まあ、カズトよ。かか厳しいな。あー刺された。よく踏ん張った。もうさっきノーダメやったのに。オッケー、ちょっとやっやってみるか気合。え？なんで？とりあえずこれシーツなんで、これシーツ通りだよな。あ、でも叩かないといけないんだ。あ、いや勝手に動いてる。
ちました。あ、一応貢献しないと意味がないのか。空港が。逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ。でも体力1だけどね。さあ始まります。松代だけど同盟ですね。お、なんか複雑ですね。徳姫がそうだ、あれだ、あれで切られちゃったんだよな、後にこの板挟、彼女は板挟みとなっちゃって、あのその子供と共に平凡って言われちゃった。内間さん、何がいいんだろう。まあどこでもできる兵糧売却。もうなんか冷やかし屋だな、前田利家。なんか当時は珍しい恋愛結婚だったらしいよね、これネネは。フラグ？あれ、秀吉の母親っていつ亡くなったっけ？24日か。あ、信虎だ。10日ぐらいは残しときたいな。だから自宅で昇華だっけ。早く戻りたい。
で、ちょっと休みたい。結婚ですね。でも寝たい、まずは。日数指定で10日。出勤1000ぐらい出しとこう。これって体力回復するのかな。いや違うみたいだな。川江橋行かないとダメ。江戸か。拠点一覧で。行こう。どうだ、間に合うか。あ、間に合うな。玉縄から座の親父。OK です。でもあんまり仕事おいしくないな。交易しないとダメだな。ということで銅を買います。OK、あ、早い。2つか。これで桜に行く、桜に行って、あー惜しい。で、米屋。
1200って言ってたよな。OK です。とりあえず仕事はそんなに受けない方がいいな今は。今さくらなんで愛を買わないといけない。あー惜しい。まあ仕方ないか。で足小屋を向かって足利に向かう。ああダメだ。お、結構稼いでる。5000超えましたね。で足利ですが、茜が美味しいんで茜を買いましょう。大当たり。いや、しません。いや、遠い。
んまり美味しくないんでやめとこう。結構やばいな。29日か。今あかねをもう買ってる状態だな。だよな。じゃあ鹿島に行こう。最大OK。 OK。 オッケー。7000円いきましたよ、お金が。さあ、そして鹿島は銅が美味しく売ってますんで、銅を大量購入します。どう重いんだペイロードが。OK。 これ仕事をこなしたらなんか更新ってどこだ。とりあえずまず木更津行かなあかんから更新ではない。こっちか、木更津。10個ぐらい買っとく？ 5 個ぐらいかな。時さん。あ、里見じゃないか。
腐らずで銅を売って山桃を買う。で、山桃を買う。全部買う。オッケー、大当たり。で、また鹿島に戻って今度は納豆を買えと。出ます。あ、儲かったね、100を。あと24日か、10日ぐらいになったら戻ろう。鹿島の銅、鹿島、お、誰だあれ。あ、佐竹じゃないか。いや、別に佐竹はいいや。そんなに接点がないもんね、佐竹は。もちろん全部。あー、ダメだ。納豆買おう。あー、ダメだ。で、小田原に行って紙を買う。
最後かな。これが小田原で紙を買う。もちろん交渉。あー、ダメだ。おお、二つ。どこ？小田原か。小田原だったら投資でいいや。100。投資。中途半端かな。なんか話によると、今どこだっけ？今小田原か。足利で行って、え？足利どこだ？方が全部売る。1万ちょっと超えたな。ラストかな。どう？あ、惜しい。最後でこれで小田原に行ってラストだな。ラストにしよう。違う。
漆を買えばいいんだけど、漆。まあ、ペイロード的には買わん方がいいよね。帰ろう。で、他のところ。いや、違う。なんだろう、これ文芸？買っとこう。ああ、惜しい。ああ、惜しい。では、出ましょう。で、帰りましょう。問題はペイロード。助かりそう。城に行きます。2000、3000ぐらい与えても。いいよね。お？わかんないや。帰ろう。4000ぐらい入れとけば多分大丈夫だろう。ちょっといろいろ能力を上げる時が来てるような気がするけどな。お、統率力は上がってる。武力はまだまだだな。運行側をどんどん上げていかないといけないのか。
お、やった。あと1位置。どこに行くかな。滝川いいや。茶席やった。贈り物か。前田のとこに贈り物でもあげましょう。はい。ちょっと位置が悪い。これ強いよこいつ。センスあるからね。は？反則だろうそれ。避け合えたおまけに。ひどい。気合がの量が違いすぎる。ヒュンって避けやがったな。引き落としって引いて。なんか全然当たってないんだが。また巻き槍かよ。いや、おかしいだろ。火使った方がいいのか。主人って体力1になっちゃったじゃん。あっぱれ、来た。初あっぱれですね。ただ休まないとダメだな、これ。何これ、佐渡金山を手に入れた。お、やった、足軽大将に昇進だ。もちろん一件。まあ余裕でしょう、4000は。てかこれもう5900持ってるから儲かるんだけどな。とりあえず自宅へ帰って、行政行ってみるか。じゃあさっきの佐渡金を渡そう。ラブラブ度が 1.5 か今。
伊藤総重量ってここにいる人か。ここか。弟だったんだ。あ、なるほど。まあ五巻ぐらい安い安い。中田くんにも行ってみよう。これ母親だよな。今回ここまでですね。はい。フィギュア、強襲と鉄壁しか持ってない。とりあえずここまでとしたいと思います。今回の配信、ツイッチでお送りいたしました。ツイッチぜひアカウントフォローお願いいたします。プリーズマイツイッチアカウントフォロープリーズ。この配信は2日後20日の21時に YouTube にアップロード予定です。YouTube ぜひチャンネル登録高評価お願いいたします。ディスライブアーカイブアップマイ YouTube チャンネル Today's After。 マイ YouTube チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。旧 Twitter である X のアカウントフォローもぜひお願いします。またツイートのリポストいいねもお願いします。
TwitterX my account follow please and、ツイート、ポスト、リポスト、アンド、グッドボタン、プリーズ。ということで、対抗立志伝 5DX ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。